お疲れ様です。今日はなんだかいつもと違うけど気づくかな、ジャンクスタイルです。いや、台風ですね。まだまだ本格的に来てはないっていうかなんですけど、まあこれ撮ってるのがいつものように木曜日の夜なんですけどね。雨風はすごいですね。あ、そうだ、パターンクイズっていうか、あの昨日の動画でやってたんですけど、冒頭でねやってたんですけど、正解はパターン2ですね。いつものように動画撮って、いつものように編集して、いつものように公開したっていう。ただちょっと違うのが、出社はしました。出社したよ。だって行けそうだったもん。で、だんだんとやばいなみたいな感じになって、お昼で帰った。一応飯食って帰った感じっすね。で、パターン2正解だったのが、ちょっと順不同で漏れがあったら申し訳ないっす。クリクリさん、シバワンサクラさん、パンダさん、高橋さんですね。いつもありがとうございます、本当。常連さんばっかだね。いつもと違うっていうのは、多分この動画自体、公開時間がいつもと違う時間、変な時間になってると思うんです。っていうのが、基地っていうか、倉庫っていうか、まあ、借りてる部屋がね、40年超え、もう50年近いところなんで、ちょっと心配で、来てるんです、こっちに。基地の方に。まあでも、今回はこんな感じのね、動画なんで、全然わかんないかなと思うんですけど、なんせね、Wi-Fi はさすがに入れてないんですよね。まあ、倉庫代わりに使ってるとこだからね。撮影はできるんですよね、どこでも。ただ、編集とね、動画公開っていうのがやっぱり、Wi-Fi がないとね、無理なんですよね。で、レザリングでやろうかなとか思ったけど、まあ、そこまでしなくてもみんな見てくれるかなみたいな、変な時間にあげてもね。公開しても見てくれるかなみたいなね、リスナーに甘えていくスタイルですからね。というわけで今日は金曜日ですので、最新と明日の最終確認やっていこうかなと思います。明日発売いろいろあるけど、台風の関係で遅れるところもあるかな、ちょっとわかんないですね。こればっかりは大体のお店はおそらくもうそれより前に、水曜日あたりぐらいからどんどん届いてると思うんですよね。入荷はしてて、店頭に出すのとかが発売日っていうか土曜日っていうだけだと思うんですけど、ただこればっかりわかんないからね、一回あったのが、なんだっけな、ベーシックの時か、ベーシックかホットユーの。あれが入らない時があって、朝一にね、聞いたら荷物が来てないと。で、結果、開店から2時間後ぐらいのトラックに入ってたんでって連絡が来たっていうね。なので、当日入荷するところもあったりする、商品もあったりするので、ちょっとわかんないです。大体はね、もう前の日以前に入ってるんですけどね、実際、店舗に。だから僕がよく言うのが、何個ぐらい入るかとか、その商品自体が販売されるのかっていうのは、まあ前の日の夕方ぐらいに聞いたら絶対わかるよとはね、言ってるのはそういうことなんですよ。もう入ってるんですよね。当日の朝だって入ってね、並べたりとかしないからね。いや、生鮮食品とか別ですよ。ただこういったね、玩具系はね、だいたい前もって入れてますよ。下手したら1週間前に入ってることとか、あともね、長期連休とかの時は、1週間、2週間前にね、入ってて、この日に出してください、みたいなね、問屋さんからのお手紙が添えられてる箱を見たことはありますもんね。なので、明日の販売が心配だよっていう方は、まあ、夕方ぐらい、夕方、これ、動画、いつ公開になるかわかんないけど、まあ、前の日、金曜日に聞いた方がいいっすよ。いいっすよ、絶対。どう考えても。何か欲しいものがあって、朝から並んだけど入らなかったっていうのはよく聞きますけど、じゃあ聞けよって毎回思うんですよ。僕毎回言ってるよね。なんと入りませんでしたとかって、まあ、コメント等々でいただいたりするけど、いや、聞いてよみたいなね。なんで電話しないんやろ。電話するぐらいただやん。な。言ってない方がショックやろ。とは思うんですけど、毎回思うんですけど、電話できない。でも、結構店舗自体は8時とかまで空いてるから、それぐらいまで電話すればいいだけなんでしょうけど、聞いたらね、大体のお店は教えてくれる、コレクターエディションの数とかさ、販売店限定のものの商品の数とか、なかなかね、秘密主義なお店も多いけど、それ以外だとね、大体教えてくれるからね。で、最新と最終確認をやっていくんですけど、月末同士は重なってるもんですから、かなりね、量があるというか、紹介する数が多いので、サクッと流れだけ、確認みたいな感じで行こうかなと思ってますんで、いつも言ってるけど、こういった無駄話っていうか多いからね、すいませんね。なので、流れだけ覚えてって、なんなら、メモ取るとかね、自分なりにまとめた方がいいかもしれないですね。さすがに僕も今回メモ取っ、いつもね、アドリブで喋ってるんですけどね。さすがにメモ取ったわ。無理だわ。無理。覚えられないっす。
じゃあ最新の方からいきますけど、まあ最新でもないけど、まずはこれ僕の動画で言ってなかった、ウルトラホットですね。やっぱりイオン限定なんですけど、今回抽選販売ということで、昨日までで締め切りですね。つい木と、応募期間がありまして、全体の個数がわかんないんですけど、これちゃんと動画で言えよって思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、大事なことは言わないスタイルですからね。そう、だから全体の数わかんないんですけど、おそらく前回同様ぐらいかなと思うんですけどね。前回ちょっといろいろと混乱があったりしたので、まあ抽選販売という形を取ったんじゃないかなと。あれだったもんね、早朝だったりね、昼間の時間だったりとか、午前中だったりとかね、まちまちだったんで、早朝ビビったね、5時だっけ ?5 時半だっけっていう時ありましたもんね。そう考えたら抽選販売、不満も多いかと思うんですけど、まあ公平かなと。大体の情報はね、もう1週間ぐらい前から出回ってたんで、広まってたし、抽選なんで、まあ当たり外れなんでね、早いもん順じゃないんで、先着順よりはまあね、公平じゃないかなと思うんですけど、で、こちらね、気になるのが、抽選販売の具合によっては、店頭販売もありますって書いてあったんですよね。まあそんな書き方をしてるっていうことは、店頭販売まあないんでしょうね。ただ前回が、どこだっけ、イオン東北とイオン北海道もだったっけな、あとイオンリテールの地域の一部店舗で店頭販売あったんですよね。かつそれぞれのサイトでも売ってたのかな、イオンスタイルだけじゃなくてね。そういうことかなと思うけど、そういう数があるんだったら今回の抽選販売にも回してねみたいなね感じはしますけど、まあこれね、まあ、箱ごと買ったらダブってるものもあるし、あ、そうとことはちょっといらないよっていう方もね多かったんで、まあ抽選販売ということは知ってたけど、ちょっと今回応募しなかったよという方もね、結構いらっしゃるのはいらっしゃいますね。ちなみにいつだっけ ?9 月4日発表の14日発送だったかな。で、4日と5日ぐらいでもう購入の手続きやらないといけないので、なんか連絡が入るらしいですね。メールかな?なんかメールに URL が書いてあって、そこをクリックしたら購入画面に行けるっぽいんですよね、どうもね。ただ気をつけておいてほしいのが、イオンスタイルさん、いつからかね、3D セキュア対応のクレジットカードじゃないと、決済ができないのか、他にもワオンとかあったかな?でも一般的に皆さんクレカ使われると思うんで、3D セキュア対応のクレカを用意するの忘れずにねっていう感じですね。各言う僕もメインで使ってるカードが 3D セキュアに対応してなくて、エラーになるんですよね。サブっていうか、もう一枚のカードっていうか、を使ってるんですけど、クレジットカードいろいろとね使うと、これ請求がほらねバラバラだし、あれこのカードの請求分って今月いくら払うんだっけみたいになっちゃうからね、できればまとめたいんですけど、 3D セキュアがね最近ほんと導入が多いから、もうメインカードを変えようかなとは思ってるんですけど、ねポイント等々あるからね。でこれ聞いてらっしゃって、あ、やべえ 3D セキュア対応のクレジットカードってわかんねえやとか、そもそもそのクレジットカードが対応してるかどうかわかんないっていう方は、まあ早急に調べて、もし 3D セキュア対応のクレジットカード持たれてない方は、今からね、プリペイド式のクレジットカードみたいなのあるんですよね、ネット決済使えるやつ、あんなの入れた方がいいですよ。一方プリペイド方式なんで、まあポイント等々はね多分あまり優遇ないと思うけど、いろんなねサービスがあるんで、自分に合ったやつ見つけて一つ入れておいた方がいいかもしれないですね。で、そういったのって大抵っていうか、もう 100% 3D セキュア対応してるんで、ネット決済対応の、対応っていうか専用っぽいやつなんでね。あ、まあ、もちろん行動決済等々あるサービスもあるので、実店舗でもね、使えたりとかするので、一つはね、そういったのを入れておいた方がいいかもしれないですね。こういうことがあるからね。んで、意表をつかれたのがこちらなんです。これも教えてもらうまで自分知らなかったんですけど、ホットウィールのバービー65周年のコラボなのかな?C8R ですね。ポッカルだね、これね。1100円か。いつだっけな?今週の月曜日ぐらいに教えていただいたんですけど、全然知らなかった、これ。で、Amazon 限定なんですよ、これね。C8R 出るの久しぶりだけど、かっこいいね、これね。かっこいいねっていうか、いい感じやな。バービーのマークっていうか、エンブレムっていうか、若干トレジャーハントマークにも見えなくもないっていうね。これ色もいい感じなんで、ぜひゲットしたいところなんですけど、Amazon 限定なんですよね。Amazon でお買い物できないよという方も中にいらっしゃると思うんで、お友達等々にね、代理行に頼んでみてはいかがでしょうか。今でも全然、
買える状態なので、瞬殺かなと思ったけど、そうでもなかったんで、Amazon で買い物できないよとかしたくないよという方はね、お友達にね、聞いて頼んだ方がいいですね。で、こちらも意表を突かれたんですけど、木曜日ですね、予約開始になったのが、トミカプレミアムインテグラか。これも教えてもらうまで知らなかったんですけど、トミカ班、トミカ班、最近たるんでんな、トミカ班。嘘嘘。いつもありがとうございます。まあ、これ一瞬繋がらなかったけど、まあ3、40分だったらサクサクと繋がるようになったんで皆さん変えたんじゃないかなと思うんですけど、これあれだよね、箱違いになりますよね。まあ箱違いはバリエーションと思ってね、買うしかない。買うしかない。お布施みたいなね、もう税金みたいなもんですよ。ミニカー税金、ミニカー税金。しかしさ、これ1個ずつとかさ、お出しにされたらさ、クーポン使えないんですよね。コツコツ貯めたスタンプクーポンなんかが。同じの2個3個買うとかしかクーポン使えないので、送料無料ラインにも全然乗らないしね。まとめて出してくれよって思うんですけど、どうすかって、まとめて出されたら出されたでお金がないけどね。ただ送料払うのがね、一番嫌なんですよね。なんか無駄じゃないよ。物流関係のお仕事を使えてる方、気を悪くされたらごめんなさい。でもなんか送料お金払うぐらいだったらね、ミニカー欲しいとか他のものもついでにとかってなるのが心情じゃないですか。畜生畜生もう小出しにせんでもね、まだ出すつもりあるんでしょ。これ今後のラインナップもあるんでしょ。出してくれや、もういっぺんにまとめて。で、木曜日解禁といえば、ホットエルとマッチボックスの10月の26かな、まあ、10月の最終週分が解禁になってるんですけど、最終週なんでマッチボックスもあるんで、ホットリートマッチボックスね。あるんで、かなりの量になるんで、ちょっともう個別の解説っていうほどじゃないけど、それは控えて、ちょっとアソートごと見ていこうかなと思うんですけど、まずホットリート、どれからいきますかね。チートライク？チームトランスポートですね。これ早かった。久しぶりじゃない？秒殺。1分以内とか1、2分で完売っていう。ところがね、多かったんじゃないかなと思うんですけど、通販でね、通販予約が完売という意味で、これめちゃくちゃ早かったね。あ、日本車ばっかだもんね。ちょっとこれやめてほしいよ、なんか。アソートによって偏りがすごいっすよね。正直僕、日本車あんまりっていう感じではあるんでね、これ、今ね、9900円すんのよ。メーカー希望小売価格がね、箱で買うと。なので、ちょっとね、迷ったけどね。2セット入ってるやつもあるしね、Z の方が2セット入ってるのか、赤い Z ね。これ、しかも、積差がユーロホーラーか、見えなくなるタイプ、スカンのっすよ。スカンのよ。スカンちゃ。これは、こう、その前を、ポルシェかなんかのやつがあったよね。って感じで、こちらはね、どこも瞬殺状態でございました。1分2分かな。長くて2分ぐらいかな。で、終わっちゃったね。見のかなんな、9900円、躊躇なく。すごいっすね。すごいっすね。まあ、自分も一応予約したけど、9900円か。バースデーで1000円ぐらいで買えた時代が懐かしゅうございますな。まだまだあるよ。ワイルドスピードですね。プレミアムの方のアソートが出ますね。これプレミアムで復活してから、今年からかな。アソート名がないからわかんないですよね。何が何だったっけみたいなね、感じになるけど、今回アソートいいよね。あんまりなんだろう。カードが変わっただけで中身一緒の再販っていうのが YSP 多いけど、なんならカードも一緒のやつとかあったよね。ただ今回あんま少ないっていうか、F150SVT ライトニングぐらいかな。あとは新色だったりするので、これ割といいアソートですね。あ、これもサイトによっては結構早めに予約完売しちゃったところもあるみたいですけど、まあ探せばね、予約できるところ全然 Amazon なんか残ってたんじゃないかな。おそらく店頭でもね、普通には買えるんじゃないかなと。一時期ほどじゃないからね。と思うんですけど、この日本車多いなぁ。FJ クルーザーとか入ってるなぁ。日本車嫌いなわけじゃないけど、海外メーカー製のミニカー買ってんのに、日本車、ねぇ。あんまね、なんだろう、日本のメーカーが出さないような外車が欲しいよなぁ。マッスルなカーとか、いっぱい出てきてるぞ、ワイスピンも。でも確かにあんま売れないしね。トリノとかさ、マスタングとか入っててもね、残ってるもんなぁ。日本車だとね、なくなりやすいけど。まあ、ブツブツ言っておりますが、ワイドスピードプレミアムの方のアソート出ますよ、と。10月26日は、ポップカルチャーも出ますね。一種類だけ。また小出しにされてるけど、トップガンか、今更か、とは思ったけど、去年出たらね、なんでも盛り上がってたのにね、大
タイミングずれちゃう。1年、ちょうど1年ぐらいずれてるのか。まあでも、今更だけど欲しいよな。これも1100円するんですけど、まあ、普通に店頭で買えると思うし、予約等々もね、全然残ってるんで。ただ、決して悪いものじゃないし、カードもかっこいいね、これね。うん、欲しいね。ちょっと自分、海外の事情に疎くて、特にポップカルチャー、わかんないですよね。入らないものも多かったりとかするんで、これは何のアソートなの？わかんねえや。ポップカルチャーもね、統合されて1100円になってから、ちょっとわかりづらくなったけど、割と日本に入ってきてくれるようにはなったんで、ありがたいっちゃありがたいけどね。で、最終週なので、マッチボックスも出るんですけど、ベーシックカーですね。まあ、これは、9月分と照らし合わせて10月初登場をチェックして、自分が欲しいのを買っていくしかないですね。で、マッチボックス結構出るんですよね。ムービングパーツですね。新規の金型が2022オペル体感 GTS スポーツエツリスモ1992ビューイックロードマスターエステート2022日産タウンスターだって。ちょっとどれが人気だかわかんないんですけど、2022オペルモッカー、まあハリーポッターらしいけど、カードがハリーポッターじゃないしね。あ、でもあれか、ムービングパーツ久しぶりにダブリないやつか、ダブリないやつかっていうか、8台入りなんですよね。一アソートっていうか一ケースに各車種1台ずつのアソートですね。これ箱買いしてもいいんじゃないですかね。ただこのパッケージになってから全然箱買いしなくなったね。このパッケージやめてくんないかな。なんか商品抜き出し丸出しっていうの嫌だね。まだまだ終わらんよ。コレクターズも出ますね、マッチボックスは。結構いいのが入ってるかな、どうかな、今回するかなって言われる方も多いんですけど、マスタングがいるよ。あ、でも RX3 とか入ってるし、それぐらいかな。それぐらいかな。これもまあ、自分、去年ぐらいまでは、コレクターズも予約して一箱買ってたんですけど、ダブリが多いし、効率悪いしね。あとちょっと待ってたら、極端に安くなったりとかするんで、予約するのやめちゃったんですけど、まあとりあえず僕、マスタングだけ変えたらいいから、地元の皆さん、できれば譲ってくださいね。マスタングこれ色いいね。あれ、マスタング、そっか、前はムービングパーツ出たやつか、青かな。今回の色もいいね。ボンネット黒でいいっすね。スケール感もいいんすよね、意外と。なので、コスパいいと思いますね。このクオリティでよそのメーカーさんで買おうと思ったら、もう今ね、1500円ぐらいするからね。半額ぐらいで買えちゃうんで、全然いいと思うけど、その他のやつがね、ちょっとね。で、やっと明日の最終確認なんですけど、明日も最終週なので、マッチボックス出るからめちゃくちゃ出るよ。サクッといきます。ホットイールは、ブールバードですね。これ人気なのは、やっぱシビックですかね。あと、そっか、こっちにも SVT ライトニングが入ってるよ。まあ、色は違うからね、新鮮でいいんじゃないですかね。あと、そうだ、明日に流れてきたのが固まってるっていうか、偏ってるっていうか、チートラーチームトランスポートも、割と8月の上旬ぐらいだったのに、月末になっちゃったんで、明日っすね。これは、まあ、人気でしたね。これも秒殺アイテムでしたもんね。まあ、リバーティーウォーク入ってるとね、きっちいよな。あとは、モンスタートラック、トランスポーターセットも、発売が、なんだろうな。なんかよくわかんなくなってたけど、結局、月末か。あ、そっか。先月予定だったんだよね、本当は確か。これなんかもう今更感あるし、なんならね、トランスポーターも出ちゃうしね。一応これ、パワースマッシャーズ仕様にはなってるけどさ。どうかな？ちょっとごめんなさい。僕、これ、予約してたけど、待ってる間に、どうだろうなとか思って、予約キャンセルしちゃったんですよね。店頭でも買えるだろうなと思って。まあ店頭で見て、やっぱ欲しいなってなったら買うかもしれないですね。今のところ買うかどうかちょっと迷ってますね。っていうのが出すぎるしね、明日も。で、モンスタートラックといえば、通常アソートの方も出ますね。これはね、正直あまり人気。どうかな。9月のアソートのやつの方が人気でしたね。ただこれ中にはいいのが入ってるんですけど、欲しいのはやっぱ半分ぐらいなんですよね。8台入りで、3か4ぐらいなので、箱買いするのはちょっときつくなってきたね。値段も上がっちゃったしね。ていうかもうそもそも、なんだろう、モンスタートラック、こんな感じで頻繁に出してくれるようになったのはいいけど、前はね、飛び飛びだったし、3、4ヶ月に1回とかしか発売がなかったんで、販売店舗も限られてたので、手に入れづらかったんですけど、これだけ販売店舗も増えたし、ほぼ毎月っていうか、毎朝と飛ばすこともなく日本に入れてくれるようになったのはありがたいけど、その分かなりダブリがあるんですよね。
前のアソートで入ってたよなーっていうのが入ってくるんで、あ、よかった、前のアソートで買えてなかったんで、今回のアソートで買えるって感じじゃないですしね。ちょっと箱で買うのもきつくなってきたっすね、正直ね。ただこれもアソート販売なんでね、そんなに店舗入荷なんないというか、一ケースか二ケースぐらいが多いですもんね、どこも。なので思ったよりね、買えないっていうことを考えたら箱で買うのが確実なんですけど、高えなーってなりますよね。実質の店頭売り価格は今や900円から1000円ぐらいですもんね。1、800円で買えてた時代が懐かしいっすね。懐かしいっす。で、マッチボックス、やっぱり出ますよ。ベーシックカーですね。これ、うん、まあちょっと正直、パッとしないかな。はい、サクッといきます。で、コレクターズも出ますね。これ、もう、どうだろうな。あれ一択ですかね。あれに人気集中するでしょうね。あれあれ言ってるけど、手の内は明かさないタイプですからね。まあ自分も予約等々はやってないんで店頭で買いた、まあ買えたらね、買いたいなっていう感じなので、わざわざ言わないぜ。で、マッチボックスはベーシックコレクターズがあって、忘れられがちだけどジャパンシリーズですね。これはまあ、結構ね、なんでしょうね、ジャパンシリーズだけやったらといろんなお店に複数入るのはなんででしょうね。コレクターズとかさ、ベーシックは少なめなのに、なぜかジャパンシリーズだけやたら入ってくるっていうね。これもあれだけでしょうね。あれに集中すると思うんですけど、わざわざ言わないぜ。まあみんな一緒だろうね、欲しいのはね。ちょっと混乱しがちなんですけど、マッチボックス、明日はベーシックとコレクターズとジャパンシリーズの3アソートですね。で、ちょっと混乱しすぎて忘れてたのが、ホットイールまだあります。アマゾン限定なんですけど、かつプレイセットなんで、いいかな？8ジャンププレイセットっていうのが出ますね。まあ、お金に余裕のある方はどうぞ、悪いセットじゃなさそうだけど、お金もスペースも余裕ないっすね。まあ、最新と最終確認見てったんですけど、どうすかね、最後の方ちょっと駆け足で申し訳なかったというか、やっぱ喋りすぎるからね、時間がね、すごいかかっちゃってるね。明日楽しみだね、やっぱブルーバードとチートラ、モントラ楽しみっすね。あとマッチボックスはつまみ食い、まあ、買えるものをね、買えたらいいかなみたいなね、感じになってますね。まあ、全種買いとか、いや、どうかな。正直僕のチャンネル、モンスタートラックとマッチボックスの動画って、伸びが悪いっていうか見られてないので、まあ無理して買っても見てくれる人少ないしな、みたいな感じは正直ありますね。自分はあんまり好みじゃないけど、どうせだったら動画で紹介したいなとか思って無理して買ってたものもね、正直あるけど、もうそういったのはいいか、みたいなね。それでなくてもかなり明日ね、出るから全部買ってったらいくらだ、計算してみ？怖いぞ。じゃあまあ、明日の発売分がうまいことね、店頭に普通に並んでて、普通に販売されてたらいいけどね。ずれるとね、これまたややこしいことになるからね。まあその辺、混乱があったよとか、トラブルがあったよとかね、面白い話があったらお聞かせくださいね。トラブル話とか大好きですからね。ウッキウッキする。こんな奴がいてさ、みたいなね。話聞かせてくださいね。じゃあすいません。長々と、すいませんでした。サクッと行くと言いながら、毎回だね。ごめんなさい。ここまで付き合ってくれてありがとうございますね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。